トイックの縛り募集しました。縛り内容です。パート5、写真だけでマーク、選択肢だけで解いてみる。全身タイツ、これできるかもね。確かに。さあ、で始まりました。まいちつさんチャンネルです。さあ、でですね、まあ、これ3チャンネルなのかミニチャンネルかわかんないですが、まあやってみなきゃわからないんですが、トイックの縛り受験募集しました。縛り内容ですね。そしたら視聴者の方からいっぱい来たので、はい、読んでいこうと思いますね。結構被ってましたね。まあそうですよね、他の人のコメントなんか全部読んでる時間なんかないですもんね。そうなるんだとは思うんですが、では見ていきますか。はい、うわー、タコはすごいあるね。最初が、時間余っても見直し禁止とかいかがですか。まあそうですね、これだとただ消しゴムと同じになっちゃうんですよね。消しゴムなしのやつが、そうですね、まさに見直し禁止でやったんですね。いや、相当大変でした。超空腹状態縛りはもうやりましたか。超空腹か、できんのかな。どれぐらい食べなきゃいいんですかね。基本いつも食べてないです。朝受験するわけですけど、ご飯食べていかないって感じなんですよね。カンニングするの禁止、そういうボケね、はい、以前動画でやっていた上下逆さまを本番で。あー、これか、大変そうだな。どんな状況になるのかね。本当にめっちゃ疲れたもん、これ。上下逆さまは、まあやったんですよ前、公式問題集でやった。本当にね、辛かった。マジで辛いの。パート5、選択肢だけで解いてみた。あー、これも企画でやりましたね。本番でやる、すげえ。どうなるんだろう。見直し禁止。ああ、同じか。リーディング10分寝てから始めるとか。10分寝てってこと、10分を無駄にするってことで。多分できます。多分できますっていうのもあれですけど。10分は大体余るんで、いけるとは思いますね。思うんだけど、ただわかんないね。時計があるとこじゃないとできないもんね。時計持ってかないので、普段。そう言われればあれだね。時計持ってかない縛りを常に課し続けてますね、僕ね。鉛筆使用禁止縛り。どういうことだ？鉛筆使用。開始前に全箇所塗って、解答は消しゴムで消す。ってところ、解答以外を消すってことだよね。開始前に塗っちゃダメだからね。そう、それができないですね。それが違反になっちゃう。それ大変だよね。だってさ、3箇所消すわけでしょ、毎回毎回。やべえな、それ。最初に全部塗るのがめっちゃめんどくさいじゃんね。200問全部塗ってから始めるんでしょ。オレンズネロの神経 0.0 で受けてみた。なんかすげえ細い芯ってこと。そんなのあるんだ。へぇ。パート1は正解選択肢 C まで聞いた時点で回答を決める。ああ、なるほど。パート2は B まで。ちょっと縛りが軽いかも。途中トイレ行かない。こっちのトイレはそうね、行くことが多いですけどね。まあ余裕があるから行くんですけど、余裕がないともしかしたら行かないかもしれないですね。ご飯食べない分、朝起きて水分を補給するからかな、たくさん、はい、C まで聞いて B まで聞いてはできると思いますね。あ、これやってみようか。公式問題集でいいかもしれないですね。あ、でもそっか、動画にしたところで解いてるシーンはこれしかできないよね。流せないからこうやってるだけだけど、ただそれはちょっと面白いですね。やってみますか。消したいときはよだれできた。ああ、消しゴム禁止で。いや、消してないですね。一個も消さずに受けました。リスニングの音声聞くの禁止。どういうことだよね。逆に満点じゃなくて0点チャレンジで。そう、0点じゃない。10点ですね、最低点は。10点チャレンジはできると思います。ぶっちゃけできると思います。最低点っていうのは全部外せばいいんですもんね。これは簡単。泥酔。ああ、酔っ払ってね。二日酔いはね、何度もありますね。リスニング中、片耳封印。ああ、これ、できるかもね。確かに。片耳封印はありかな。やってみようか。耳栓、OK だもんね、だってね。ああ、でも、先に確か言わなきゃいけないんだよね。耳栓していいですかって。確かね、あるんだよ。言う？ちょっとリスニング中、耳栓していいですかって。やばいやつだな。いや、どうなんだろう、できんのかな、わかんないな。なんか俺片っぽになんかつけてたらさ、答え聞いてる人っぽくて嫌だよね、なんかね。でもそうか、自分でこうやってやるのありだもんね。あ、できるか。こうやって受験するの。あり、ありですねってめっちゃめんどいけど。これありだな。老眼鏡をかけて受験して、無理だね。見えなくなっちゃう、老眼鏡をかけたら。24時間前から固形物喫食禁止。おー、なるほどね。飲み物だけでってことね。24時間寝ずに受けてきてください。あると思う。受けたこと。その時満点だったかな。うん、寝ずに受けたことありますね。片目つぶる。あー、今度は。なるほどね。0.3 ミリのシャーペンで。あー、やっぱ細いのでっていうのね。多いね。片目受験。あ、眼帯。あー、なるほど。眼帯は確実にできますね。酒飲んでてつや。こないだのその3時間睡眠の時は酒飲んで3時間睡眠だったんで相当きつかったね。逆立ちは退場だね。
リーディングまず奇数の問題から解いて次に偶数を解いていく。めっちゃめんどいだろうねそれね。飛ばしながら解くってことでしょ。それはかなり、リーディングどうなんだろう、読解の時。大問飛び飛びってこと。相当やばいな。 0.2 ミリシャーペン、あ、やっぱシャーペンの細いやつってことか。試験直前に水2リットル飲んで尿意と戦いだからやばすご。 QH の鉛筆で、あー薄いってことか。筆記用具禁止で受けれねえ。ボールペン0点ですねそれ。真冬に半袖半ズボンで試験は大丈夫だと思います。部屋熱くなってるもん。そう、暖房すごいから大丈夫だと思う。鉛筆1本で削ることができない縛り、これはねよくやってる。1本だけで受けてること多いです実は。中身もある。パンツにメントールになった状態で受ける。あースースーってことね。手を使うの禁止は無理だわ。メラトニン飲んで睡眠に行こう。メラトニンって眠くなるの。写真だけでマーク、あ、死ぬわそれ。死んだけってことでしょ。うわーやばやばやば。断食受験、あー同じ感じね。レントみたいに酔っ払った状態で、あれ二日酔いじゃなかったレントって。リッコチャレンジなんだっけ。リッコチャレンジって頭の中で2時間ずっと粉雪を熱唱しながら、あーリスニング大変そう。忘れちゃいそうだね。でもやってる間にリーディング最初の30分何もしない、やばいね。45分で解かなきゃいけないわけでしょ。相当大変だ。トイック RTA、 あーこのタイムアタックやるやつね。所要時間最速で解いて余った時間は寝てて、あーなるほど。これもやっぱ時計持ってかなきゃだね。ロケット鉛筆縛り。ロケット鉛筆って普通のあれじゃない、できるよねマークとかも。口で鉛筆加えてマークする時無理だな。絶対できないよね、そもそもマークできない、ね、逆に今回は難点を狙う。あーはい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 、ヒロ前田さんが昔やってたよねよくね、この点数を取るためにとかって、うん、まあ、できなくはないと思いますね。あ、2鉄、鉄で2回しろと。トイレ2回行く、トイレ2回行くはやったことあるな。あー200問目から101問目逆にやっていく、これね大変なんだよ意外と。そうそうそう、これきついんだよね。ありかもしんないっすね。リーディング逆で解くのマジ大変だからね。そもそも順番バラバラだしね、あのマークするやつね。リーディング30分縛りめっちゃ短い、めっちゃ短い鉛筆で、あーあれなんだっけ、あるじゃん、さあこうするやつ、コンパス、コンパスのあの短い鉛筆ある。クルトガデマーク、なんかシャーペンですだっけ。片目眼帯、その時に左手を使わないで受ける。時計を使わない、見てはいけない。まあ、時計は常に持ってない。椅子座るの禁止空気椅子、それすごいな。片目片耳、折れた鉛筆の支援、変わらぬ現実の支援っていうユートピアだこの歌。リーディングで30分余らせて途中退出してトイックお疲れ様でしたとツイートする。途中退出しちゃったら0点だからね、点数なくなっちゃう、採点されないからね。面白い。500点を狙うと。徹夜二日酔い、片目、片手、あ、左手、耳栓、問題用紙逆さ、3センチ引かない鉛筆、お酒を飲む、大食いした後トイレ我慢しながら、それ辛そう。受験前3日間睡眠時間を2時間、死ぬ死ぬ死ぬ。足の指縛り、どういうこと。全ての指に指輪をつけた。ノーパンで受けて、あんまり変わんなくないそれ。全身タイツ、周りからの視線の緊張と恥ずかしさでミスが出るかも。ははは。面白いな。いろいろ。じゃあ、短い鉛筆採用でやってみましょう。で、それ、エスカレートしたら、芯。芯だけで受験して、鉛筆のね、シャーペンの芯は無理でしょ。多分折れちゃうもんね。とりあえずじゃあ、まずは短い鉛筆、そこから芯かな。はい。まあ、その他ですね、ぜひこんなんでやってほしいっていうのがあったら、コメントください。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。これ、メインチャンネルかな。